はい。皆さん、こんにちは。バネルグルビーシです。では、今回は、提督の決断法パープキットを日本軍プレイ続きやっていきましょう。ここまでですね、まあ、妖艶と呼ばれるような場所は抑えていてで、一つが、対アメリカ戦に関して言うと、ハワイから、アメリカの西海岸、さらに、メキシコ、西海岸、ここまで抑えたので、まずメキシコの西海岸で蓋をしましょうよ、というところで、ここにはですね、二つの空母艦隊を入れています。ちょっとね、随伴艦が寂しいかなというところはあるんですけど、一つこれがあります。で、第一艦隊にして言うと、揚陸艦のセリアマルがダメージ受けてるんで、一度ドック入りさせましょう。で、その間、ちょっと寂しくなっちゃうかなと思うんですが、飛行場はあるので、この飛行場、次のターンでおそらく完成すると思います。なので、まず第2飛行場ですね。ここに、虹爆、虹の重爆撃の1型、これを増強して、まあ、万が一敵艦隊が攻めてきた場合も、これで撃退していきます。で、一方、インド洋方面なんですが、ここも3個艦隊入っていて、もうちょっとね、言い方悪いんですけど、潜水艦隊は、まあ、ステイシーです。で、今、提督が乗っていないものがあれば、提督を乗せておきましょう。まあ、最近あんまり沈むっていうことはないんで、そうそう。補充が必要になるケースというのもあまりないんですけど。木梨さんを乗せて、これで提督は一通り乗ったかな。次回のターンは一旦インド洋の艦隊はドック入りをさせておいて、アラビア海にいる敵の艦隊。これがアメリカ、イギリスの連合艦隊になってますね。ここを叩きましょうということになると思います。で、物資援助は鉄を送るよりかは、ただな、ドイツ軍もね、鉄なくて困ってるよね。我々も困ってるけど。では、ターンを送ります。いや、ドイツ軍もなかなか苦戦してるからな。イギリス軍を叩いて、ダメージを与えてあげたいんだけど。これで防空艦は数が揃いましたね。で、ライデンが生産可能状態になりましたと。夜間戦闘可能は大きいよね。で、さらに試電隊。これが開発可能になりました。じゃあ、また兵器の開発から入れていきましょう。航空機の方は、今言っていた、海にプラス、流星。一色の立功とか彩雲、この辺りはどうだ？まあ、確かにね、偵察力 C は大きいけど、まあ、ここにお金を使うぐらいだったら、1個でも多く。使える航空機の生産をしましょう。鉄が不足しているドイツには、まあ我々も鉄余裕はないですけど、鉄をね、差し上げましょうと。で、こちらは虹のどうだ？戦闘1型は割と余裕があるな。護衛は？護衛機はちょっと数に余裕がないか。いや、虹の戦闘機も数なんて余裕なんかないじゃないか。次回はそしたら、虹。重爆。これを作る？あと虹の攻撃も欲しいからな。ただ虹の攻撃はまだちょっと余裕がありそうでしたね。
ちょっと待って。第一艦隊は移動が終わってないじゃん。ちゃんとセリア丸を回復してきてもらって、一方で、インド洋にいるこちらの艦隊はアラビア海に向かって進行して、いきますか。もう一ターンぐらいちょっと余裕見たいかな。艦載機の補充をしておきましょう。航空戦力が結構数的にキッツギツだな。ダモンさんの新竜、いや新王か、これもちょっと数増やしてあげたいんだけどな。うわ、神格に関してだいぶ航空機ずりずりに減ってるね。西の重爆もないしな、数がね。いやー、なかなかすり減ってますな。ここに関して雷撃機が一機も配備できないっていうさ、どうなのっていう感じだもんな。水星をそもそもさ、航続距離が短い水星をどうなの。ただ水星しかないっていう本当にボロボロだな。そしたら第4第3第6、まあ艦艇にダメージは出てないんで、まあ第15第16、この両艦隊を先にまずは先行させましょう。アラビア海に、その間にこちらは防空艦の次のタイプのものをちょっと作っていきたいなと思うので、従順タイプの防空艦、型で言うとどのあたりがいいかな。モガミカイト艦する、これをベースに防空艦を作りましょう。で、この防空艦は基地型洋上空母、これが30キロノット出なくてもいいので、数スピードはね抑えましょうというところと、まあ、魚雷は乗せておきたいんだけど、爆雷が積めないのか、従順だととなると軽順で作った方がいいのかな。結局敵の潜水艦攻撃に耐えられなくなっちゃうんですよね。なので、軽順で優秀そうなものをベースに作っていく。そうなるとこのあたりかな。これを魚雷は4連装のままにしといて、手法をまあ、あってないようなものぐらいにしてしまって、航行速度も27ぐらいまで落とし、機銃だよ、機銃。あと、降格砲も4連装のものを、ほい、ほいとしておきましょう。で、甲板とかはまあ、もうしょうがないかな。これで一度行きましょう。防空巡洋艦というものにしていきます。防空、巡洋艦。重要になっちゃったな。これが2週間で開発できますね。で、それとは別に建造をしておきましょう。もちろん建造するのは洋上基地型空母、もうこいつにかかってるからな、すべての戦いは。昇竜、これで
ターンを進めます。まあもうここは委任しちゃって敵の発見を待って、まあ見つけられたらもちろんね攻撃に参加するという感じでいいかなと思います。ちょっとで、タイ旅行が、もう少しで、まあシルバーウィークを使っていこうかなと思ってるんですけど、なかなかね仕事の方が立て込んでて、いけるのかどうかちょっと危ないなというね。もうこの2018年は、毎月タイに遊びに行くっていうのを、まあ目標にっていうとね、ちょっとね、おかしいかなと思うんですけど、毎月タイに遊びに来てるんですけど、行ってるんですけど、その記録が、ついに途絶えるんじゃないかなっていうね。うわ、敵は空母とかもいるね。戦艦に空母。で、駆逐艦も数があるね。いや、敵の駆逐艦やっぱり足が速い。潜水艦隊はまあやられたか。まあこれは想定外、想定内なんで全然構わないんですけど、敵の空母を仕留められてないね。洋上基地型空母、これが完成したね。大型ディーゼル機関の2、あとは空冷18推進エンジン、これはすぐに開発しましょう。では、味方の艦隊を動かしましょう。まずその前に第15艦隊と第16艦隊、これを合わせてしまいましょう。もう数で言うと合ってないようなものなので。で、主力の第3艦隊、これをアラビア海へ。ヤマトもアラビア海へ進出。で、ドック入りしていた艦隊、この艦隊は回復しているのでメキシコに戻します。で、あとはいつもの内政ですね。兵器開発は新兵器、これは全部開発する、全部欲しい。大型ディーゼル機関とかはねかなり使いますね、金を。まあ、金はいくらあっても困らないですけど。で、あとは、航空機だね。航空機の数が全然足りないよ、本当に。虹の重爆。これ30機。で、虹の攻撃。これを残り12しか作れない？いやー、きついで。で、A 艦隊の方は新規編成して、洋上基地型空母。まあ、これがもう次期日本軍の主力を務める空母なんで、これを、第5艦隊って今どこにいる？マラッカ海峡か。まあ、第5と第7の艦隊合わせちゃってもいいかもね。
まあ、いずれにしてもですね、この第7艦隊をインド洋へ転進で、第5艦隊もインド洋で合流して艦隊の再編を行いましょう。でアルミがなくなったんですが、鉄にはまだ余裕があるというところなので、いやだったらドイツに鉄やるか。ドイツが潰れたら、いやでもドイツもそれなりに鉄はまだ余裕あるね、こうやって見るとね。航空戦艦とかいらないからな。最上海とか作っとく？数的にはちょっと微妙かなとは思うけど。あとは、ヤマトクラスまで行かなくてもいいので、まあそれなりに火力がある。で、足は遅くて構わないっていうのを、ちょっと作っときますか？長門とかで全然いいからね。長門をじゃあ一貫作っときましょう。はい。そうか、あとはインド洋でせっかく鉄金、アルミ、あるのに、まあ、輸送船1個しか作れねえ。もったいな。ここに、全然、インド洋に配備してなかったんだ。ちょっと次のターンでそれをやりましょう。まあ、とりあえず、アラビア海へ進行。雨か。雨が止んでくれないと始まらないで、まあ、1個はもう敵の航空基地の場所は割れてるんで、ここに向けて味方の航空隊を出すだけなんですけど、でまたちょっとタイの話をすると、今回は3泊4日だか4泊5日だか、もうちょっと毎月行ってるんで、あんまりその旅程の管理とかをしなくなっちゃうズボラさが良くないなと思うんですけど、まあそれくらいの旅程で、今回は行く予定です。もう最近タイに行ってもあんまりね、昔のようにお金をガリガリ使うっていう遊び方はしなくなっちゃったんですけど、まあ残りあと9月10月11月12ヶ月12月と4ヶ月あるんで、そこでちょっとね、なんとか目標達成をしたいんですが、雨が止んでくれないと味方の航空隊出せないんでね。止んだね。敵の偵察機も飛んできてるんで発見されましたね、おそらく。2つの航空隊から出した爆撃機だけだと敵の航空基地を完全壊滅とはいかないんだな。第2次攻撃隊
を出す必要がありますね。敵のどうだろう、艦隊はどこにいるんだ。まだ敵の艦隊見つけられてないですよね。敵飛行場破壊。第二飛行場を破壊して、あとは湾の中奥深くに残り2つの敵の飛行場があると。ちなみに今回は揚陸艦は入ってないんで、完全破壊以外はありえないな。できれば味方の艦隊にはダメージなしで行きたいですね。そうすると、ドックのあるインド洋に戻す必要がない。インドに艦隊を戻す必要がなく、このままアラビア海に駐留できるんで、それが理想なんですが、果たしてそれができるかというところだな。あとは空撃隊が、いや変なところに入ってるな、あの湾の、あんな湾の中に入ったらさ、危ないんじゃないのと思うけど。あとはもう偵察機をバリバリ飛ばしていくしかないな。届かないんだよね、きっとね、ギリ。いやー本当にあれだね、護衛機なしの爆撃機は面白いように撃ち落とされるね。でちょっと夜の間はね、時間を早めちゃいましょう。この夜の間が一番怖いよね。敵の水上部隊がスリ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 寄ってきてもわからないからね。で第二艦隊はハマってるな。この艦隊が密集してるのもまた危険な香りがするで。コースはあと一つの飛行場だけど、ここには敵の艦隊はいないのかな。撤退した可能性が高いですね。こんだけ索敵してても、まあ団子だなこことかで、まあ敵の水上部隊が近くにいないのでいいですけど。
まあ、ただ見方は、艦載機には、ダメージが出てますけど、母艦にはダメージがない上に、随伴艦もダメージがないんで、このまま行けば、まあ、サクッと、いけそうですね。これで足の速い爆撃機ができれば完璧なんだけどね。今の重爆撃機は足が遅いんで護衛機がいないとちょっと辛いかな。僕巡洋艦が建造可能になりましたね。さあ、次の候補なんですが、もちろんマダガスカルですね。ここはドックがあるんで、規模としては小さいですけど、マダガスカル、これを攻略しちゃいましょう。で、マダガスカルを拠点に、イギリスの支援、ドイツの支援ですね。これをやっていこう。まずは黄海と東中海に穴を開けてあげて、ドイツ軍が身動き取りやすい状態、っていうのをちょっと考えてあげる必要もありそうですね。じゃあ今回は、まずは忘れないうちに輸送船を、ドスッと数を作っちゃいましょう。で、これも忘れないうちにインド洋とアラビアに配備。これで次のターンはね、ちょっと安心して見てられるかなと思います。じゃあ、ドイツに対して、何をしていくかっていうところね、ちょっと見ていきましょう。水上の戦闘機とかいらないからなぁ。まあでも、作っとく。お金に余裕があるときに。で、技術開発は今回お金がね、ドカッと入ったので、やっておきましょう。で、あとはアルミをちょっとドイツに供与しましょう。我々もアルミは欲しくて欲しくてたまらないんですけど。で、生産の方なんですが、防空の巡洋艦ですね。これさっき作った防空の巡洋艦。あと航空戦艦もちょっと作っとく？金に余裕があるんで。まあどうなんだいという話はあるけど。完全成金の考えですね、これは。洋上基地型空母。鉄が足りないか。まあ、6000も使うからね、鉄。洋上基地型空母作るのに。バカだよな。排水量どんだけだっていう話だけど。じゃあ、防空の巡洋艦ですね。これを残り。ああ、防空の巡洋艦も鉄使うね。2隻しか作れなかったか。で、あとは航空機。これは、今回は、ある程度まとまった数作れそうですね。虹の護衛も、護衛は足を長めにしてあるんで、爆撃と同じ数は欲しいですね。で、虹の重爆。虹の偵察は、受話器。で、残りは虹の攻撃。これでいいかな。はい。
あとお金に余裕があるんで、アラビア海はね、この先のことを考えて、万が一逆に攻勢を受けるっていうことを、考えるんであれば、飛行場をこのアラビア海で作っておきましょう。一個でいいかな。で、合わせて、メキシコの西海岸の航空基地ですね。これ完成してるんで、配備をしておきます。こんなところですかね。では時間もいい時間になりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。